こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人の最強白レザースニーカーはこれに決定というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ、僕の動画の中では結構ですね、定番的なスニーカーの一つとして白レザースニーカー何度も何度もご紹介してきたかなと思います。まあ、中でも最強の白レザースニーカーとして皆さんにですね、これまでご紹介してきたのがこちらですね。最近ではコンバースのオールスタークップですね。まあ、こちらのモデルが、まあ、現在においても最もベーシックで一切の無駄のないミニマルなデザインのものとしては間違いなくナンバーワンかなと思ってるんですが、これに対抗するような素晴らしい白レザースニーカーを今回発見してしまったので、皆さんに全力で解説をしていきたいなと思っています。まあ、このような白レザースニーカーというものの中にもですね、僕は2つ大きく分類できるかなと思ってまして、以前にご紹介したオールスタークップというのは本当に一切の無駄のないですね、ミニマルなデザインというところが特徴になっているかなと思います。まあ、どんな方に似合うのかというと、特に30代後半から40代以上の大人の男性でベーシックを軸足としながらなるべくクリーンに見せたいという方にはやっぱりオールスタークップが最強だと思うんですね。もう本当にですね、デザイン的に一切の無駄もないですし、レザーの質感もいいので、これにかなうような白レザースニーカーなかなかですね、この価格帯ですね、1万円台では見つかりにくいのかなと思っています。一方でこのオールスタークップの資格といいますか、1点だけ、まあ、気になる点があるのも事実なんですが、それはシンプルすぎてしまうという点なんですね。まあ、確かにシンプルなのがいいんですけども、ちょっと服が好きな人からするともうちょっと癖があった方がいいんだよねっていう方もいらっしゃるかなと思います。まあ、僕自身もそうで、シンプルな白レザースニーカーはいいんだけども、もうちょっと遊びがあったりだとか少し癖みたいなものがあって、なんかエッジを立てたいなっていうのが出てしまうんですね。まあ、そんな時に今回ご紹介するこのスニーカーが、僕は今白レザースニーカーの中では最強なんじゃないのかなということで、早速ご紹介したいなと思います。それがですね、こちらですね。コンバースではなくて今度はアディダスですね。アディダスの BW アーミーというモデルです。価格は 15,400 円ということで、まあ、最近購入したのがこちらのモデルになるんですが、またですね、これが完成度がすごく高いので、皆さんにご紹介したいなと思っています。まあ、方向性がですね、実は同じ白レザースニーカーなんですけども、全然変わってくるんですね。ミニマルなオールスタークップと、ちょっとデザイン的にエッジが効いた、まあ、ジャーマントレーナーというジャンルになってくるかなと思います。僕はこのあたりも大好きで、これまでに動画の中で何度も何度もご紹介してきたかなと思います。グリーンレーベルのジャーマントレーナーも合計で5足持っていますし、それ以外にもジャーマントレーナーいろんなものをですね、経験してきました。まあ、それぞれに長所と短所があるので、その中で最強を選ぶのはなかなか難しいんですが、個人的にはですね、価格帯とレザーの質感とデザインのバランス、こういったところの総合点で皆さんにですね、今一番おすすめできる白系のレザースニーカー、ジャーマントレーナー編というところでは、このアディダスの BW アーミーはめちゃくちゃ良かったなと思っています。まあ、正直ですね、ちょっと今更感もあるかなと思うんですね。というのもこの BW アーミーというのは発売されてからちょっと時間が経ってるんですね。僕も出始めの時から一応知ってはいたんですが、ちょっと引っかかる点があって購入までは至らなかったんですね。まあ、ぜひ皆さんこちらの写真を見ていただきたいんですが、まあ、BW アーミーというとですね、こちらのモデルのようにガムソールの部分ですね、こちらの色合いがもうちょっとですね、ライトブラウンに近いような形で、まあ、クラシックな雰囲気がより強めに出てるような印象が強かったんですね。なので、まあ、すごくいいんだけども、だけどもソールの色味はホワイトで統一するか、もうちょっと落ち着いた方が好きなんだよなと思っていたんですね。で、それからしばらくして、最近僕がですね、もう一つ気に入って履いてるスニーカーがありまして、それがですね、今回語らなくちゃいけないもう一つの項目なんですが、まあ、アディダスのサンバですね。まあ、以前動画の中でもご紹介しましたが、まあ、こちらが数年前からちょっとトレンドになってきていまして、まあ、実際のところどうなのかなというところで買ってみたんですね。今から数ヶ月前に購入をして履いてみましたが、地味なんだけどもめちゃくちゃ使いやすかったんですね。まあ、僕の中でアディダスといえばスタ
タンスミスがもう永遠の定番で、白系レザースニーカーの元祖といったらスタンスミスを皆さんにご紹介することが多かったんですが、僕自身結構履きすぎてしまったのと、まあちょっと気分変えたいなということで、最近はスタンスミス履いてなかったんですが、まあそれに代わるような新たな白系のレザースニーカーとして、サンバは確かに使いやすいんですね。まあオールスタークップと比べると、やっぱりデザイン的にはスポーティーなんですね。アディダスの3本線ラインも入っていますし、スウェードのパーツを使われていたりだとか、割とですね、ジャーマントレーナーと似た雰囲気のところもありまして、結構ですね、個人的にはこのサンバが気に入っていたんですね。で、このサンバの流れから、まあ、そういえばアディダスにもジャーマントレーナーあったなということで、改めて見てみたところ、今回ですね、この BW アーミーのソールの色がですね、ちょっと渋めのブラウンに変わっていたわけなんですね。まあ、ライトめなブラウンから、こちらのサンバのソールともまたちょっと微妙に色合い違うんですが、サンバの方がより濃くて、BW アーミーの方がもう少し明るみはあるんですけども、色味はだいぶ深くなったので、やぼったさがだいぶなくなったのと、これだったら僕履いてみたいなということで、今回購入してみたんですが、これがめちゃくちゃ良かったので、まあ、今回ですね、最強レザースニーカーとして皆さんにご紹介ができればなと思いました。で、この BW アーミーにも明るいソールのカラーのもと、こちらの濃いもの、まあ秋冬バージョンという捉え方なんですけども、2種類あるんですが、まあ断然こちらがおすすめなんですけども、ソールの色も違うというだけではなくて、実はですね、アッパーがこのレザーになっていて、まあところどころ切り替えとしてスウェードが使われているんですけども、このスウェード部分ですね、この前の部分のスウェードパーツは変わらないんですが、この部分ですね。ここがライトブラウンのバージョンは本革になっているんですけども、今期の秋冬バージョンに関しては、ここもスウェードパーツが使われているんですね。このあたりがちょっと見栄えも変わってくるかなと思います。個人的にはここもスウェードだとすごく嬉しいなということもあって、そこも新たなアップデートポイントかなと思うんですけども、これはより完成度が高くなりましたね。で、ジャーマントレーナーの中でもちょっと色々と比較をしていきたいなと思うんですが、まあこれまでですね、僕の動画の中で、散々ご紹介してきたのが、このグリーンレーベルのジャーマントレーナーなんですね。これもですね、大好きで散々使い倒しました。で、グリーンレーベルのジャーマントレーナーも結構いろんなカラーがあって、その時々なんですけども、まあ、最も気に入っているのが、こちらのバージョンですね。ソールまで全部ホワイトになっているバージョンですね。それで素材もスウェードが使われていて、まあ、こちらに関してはサイドですね、ここの部分はスウェードパーツではなくて、まあ、レザーのパーツという形で、BWアーミーの、ライトブラウンのバージョンと同じような形になってるんですけども、これが最強だったなと思うんですね。価格も確か8000円台ということで、まあ、コストパフォーマンスの面も含めると、まあ、これを超えるものがなかなかなかったんですが、残念ながら今在庫がちょっと安定しないっていうのと、まあ、価格帯が抑えめなので、個人的にはもうちょっと価格帯を上げてでも、レザーの質感とか雰囲気をさらに上げたものも持っておきたいなということで、そこで該当したのがこちらの BW アーミーなんですね。価格はまあ、倍まではいかないですけども、グリーンレベルのものよりは結構上がるんですが、平均的なレザー系のスニーカーと変わらない価格帯なので、決して高すぎることもないです。レザーの質感、しっとりとした雰囲気で、しっかりとボリューム感も結構肉厚なんですね。このあたりも含めて、なかなか雰囲気がいいです。表面の質感はね、本当に上品なので、これはですね、さすがアディダスという感じで、15,400円でこの表情を出してるのは、なかなか素敵だなと思います。まあ、パッと見は、アディダス感ってないんですよね。一応ですね、このソールの部分にアディダスのですね、ロゴが入ってたりするんですが、まあ結構本体と同じ色なので目立たないんですね。あとはですね、シューターの部分にもちょっとこう片押しみたいな形でアディダスのマーク見えますかね？これ入ってるんですけども、ちょっと離れちゃえばわからないぐらいなので、僕はこの要素はあんまり気にしなくてもいいのかなと思います。まあロゴがない方がよりですね、使いやすかったりするんですね。そういった面ではグリーンレベルの方が使いやすいかなとは思うんですが、やはり価格帯が上がることでレザーの質感はちょっと上がってくるかなとは思います。で、ジャーマントレーナーの中にもさらに価格帯高いものがあるんですね。例えばこちらのようなリプロダクションファウンドですね。このあたりも非常に人気が高いジャーマントレーナーなんですが、価格帯がやっぱりですね、3万円近くいってしまって、なかなか気軽に買いづらいなというところもあるかなと思うんですね。もちろん細部のこだわりだとか、レザーの質感だとか、ストイックな雰囲気、世界観を含めてもう完璧な仕上がりだと思うんですね。だけどもやっぱりこう、ジャーマントレーナー
マントレーナーって白レザースニーカーのジャンルなので、まあ、汚れますし気軽にガンガン履くことを考えると、まあ、3万円台まで行くとちょっと高級さが際立つかなと思うんですね。まあ、その点1万5400円であれば決して安くはないんですけども、ちゃんとレザーの質感も担保しながらガンガン履けるというところではまさにちょうどいいラインなのかなと思って今回取り上げました。この秋冬のバージョンに関してはまだまだですね、見かける機会がそんなに多くないんですが、まあ、ぜひ皆さんもですね、これ見かけたらゲットしておいて間違いないと思います。僕もこれはですね、オンラインで探すまでは全く気づかなかったんですね。今回はサンバのおかげでこちらのジャーマントレーナーにも出会えたわけなんですが、もうちょっと最近はですね、アディダスの勢いをひしひしと感じているので、まあ、ぜひ皆さんもですね、改めてチェックをしてみていただければなと思っています。まあ、他にもジャーマントレーナー持ってるのでお見せしたいなと思うんですが、僕が最も気に入っていて散々使い倒してですね、その結果気づけばかなりボロボロになっていたのがメゾンマルジェラのモデルなんですけども、やっぱりですね、さすがに 4,5 年かな、さすがに5年近く履いてきたので近くで見ると結構くたびれてきましたね。まあ、この替えになるものとして、まあ、このアディダスの BW アーミーはいい路線行ってるんじゃないのかなと思います。マルジェラのジャーマンもですね、見た目的には近い部分があって、このスエードパーツですね。この部分もしっかりとスエード入ってというところでは非常に近しいなと思いますね。まあ、ソールの部分もスエードになってたりだとか、部分的にはちょっと違かったりするんですが、まあ、非常に完成度は高くて、レザーの質感も含めて、なかなかこれ超えてくるのは出てこないかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。ちなみにジャーマントレーナーとこのオールスタークップの違い、先ほどお伝えしましたが、まあ、ジャーマントレーナーの方がやっぱり癖があるんですね。おしゃれ初級者の段階ではオールスタークップの方が絶対にいいです。そして第三者から見た時の評価も絶対にこっちの方がいいと思います。女性からの評判とかそういったところも含めてなるべくミニマルにした方が僕はいいと思うんですね。一方でおしゃれ初級者から中級者にですね、ステップアップする段階ではこれぐらいの癖があっても僕はいいんじゃないのかなと思います。スエードのパーツが使われてたりだとか、やぼったいガムソールだとか、このあたりも含めて適度な通好みの雰囲気が出ているので、オールスタークップにちょっと飽きてきたかなという方にはこれぐらいの癖があってもいいんじゃないのかなと思います。ただ女性間の評判で言ったら断然こっちの方がいいと思いますね。やぼったい要素とかはない方がやっぱり第三者視点で見た時には良かったりするので、少し通向けではあるんですが、まあ、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。まあ、ちなみにどんなボトムスに合うのかというところは、まあ、言うまでもなくてブラックのイージーパンツですね。このあたりは僕のもうユニフォーム的な感覚で履いてるものなんですが、まあ、そういったものとも間違いなくつながりがいいですし、あとはですね、オリーブ系のパンツですね。まあ、こちらのような感じですね。オリーブのパンツというのもちょっとこうミリタリー要素を感じるようなものなんですが、それに対してジャーマントレーナー、これまたミリタリー要素を感じるようなデジのものなので、まあ、雰囲気をリンクさせるというところでも非常に相性がいいです。まあ、ちょっと気をつけたいのは白系のパンツですね。まあ、同色でつなげてしまうとかなり上級者的な着こなしになって、失敗するとちぐはぐ感が出てしまうので、まあ、そこは避けておくといいかなと思います。まあ、それ以外のグレー系のパンツだとか他のものにも非常に相性がいいので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では大人の最強白レザースニーカーはこれに決定ということで、今回ですね、僕が最近買ったアディダスの BW アーミーですね、こちらを皆さんにご紹介させていただきました。まあ、非常に完成度の高い一足になっています。まあ、2023年現在の最強はまさにこれだなと思っていまして、まあ、二大巨頭があるという感じですね。相変わらずシンプル路線だったらオールスタークップが最強だと思うんですが、少し通好みで個人的にすごいバランスがいいなと思うのは BW アーミーかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんも比較検討しながら皆さんのライフスタイルだとか気分に合った白レザースニーカー選んでいただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、まあ、普段の動画の中ではなかなか取り扱わないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、または専門ブランドのアイテムですとかコーディネートの解説に関しては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、ライブ配信もやっています。まあ、皆さんからのご質問にその場で直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方は動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくり動画を見れない方のためにオンラインサロンというものもやっています。まあ、こちらの方では文章と写真ベースで一記事あたりだいたい2分前後で読めるように記事を書いています。まあ、こちらでも最新のおすすめアイテムですとか
コーディネートの解説を出していまして、僕もですね定期的に更新していますし、また僕以外のスタイリストだとか専門家もですね記事を書いています。また気軽にですね参加者の皆さんも記事を書くことができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので、気になる方はですねこちらも概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。